ショーヘテリーゲリラプレゼント企画。はい、こちらの条件を満たすと、エアメマンコラボスミレグラブ、ショーヘテリー T シャツ、バッティンググローブプレゼント。スミレグラブはなんと 500g 以下になります。軽い、軽すぎる。ショーヘテリー T シャツにバッティンググローブをプレゼントしよう。皆さんコメントお待ちしております。はい、どうも、ヒロトです。本日は室内練習場でピッチングをやっていくんですけども、普通のピッチングじゃつまんないので、今回は目隠しをしてピッチングをしていきたいと思います。TikTok で話題になってと自分もやってみたいなと思ったので、今回はチャレンジとしてやっていきたいと思います。タオルで目隠しをしてピッチングしていきます。まあ実際どこに球が行くのか分かんないので、まず自分の予想では多分球はどっか行くと思います。キャッチャーがいるんですけども見えないので、やっぱ分からないので、多分球はどっかに行くと思います。ちゃんとしたピッチャーなら体の使い方が上手いので、やっぱりまっすぐ行くと思うんですけど、自分はピッチャーじゃないので、まあ、体の使い方がピッチャーとしては上手くないので、まあ、どうなるか分かんないので、綺麗に行ったら体の使い方が上手いっていうことになるので、早速やっていきたいと思います。とその前に、自分の出身である入間市の名産であるこちらの葉山茶を飲んでエネルギーをチャージしてやっていきたいと思います。で、早速飲んでいきたいと思います。いただきます。あ、うまい。では早速やっていきたいと思います。投げていきたいと思います。いきます。はい、よどうだった。やば、いや、そこ壁って壁。いきます。2球目いきます。どうだったか分かんない。3球目いきます。はい、よ、はい、あっ、これだ。一緒だ。右バッターじゃないですか今。すごい。え、嘘だ。本当だよ。嘘だ。左のネットの方に貼って設置してきた。右バッターですよね。こっちですよね。そう、これだ。え、一緒に、一緒、どんどん投げていきます。いきます。はい、よ、こうだ、こうだ、こうだ。あ、乗ったよ。乗ったよ。右バッターのインコース低め、ボール、ボール。今の感じ良かったです。あ、左行っちゃった。右バッターの足元だ。この手前のバッターで、左バッターの足元。こうだ。どうぞ。え、右バッター粉砕してるよ。足元粉砕。いきます。やべえ、パッキーだった。目隠しを外して投げていきたいと思います。よし、いきます。もう一回目隠しをして今の感じのまま投げていきたいと思います。多分さっきこっち側に倒れてるから、あっち左側の方に行ったんです。ヒップハーフをしながらまっすぐっていう感じでやっていきたいと思います。で、いきます。切り替えて。ほら、えっ、行きます。
どう？落ちた。落ちた。でも落ちたろ。落ちない。ジュリアさん。どうも。こちらを。どう？引っ掛け。違う。というわけでやっていきましたが、結構難しかったですね。キャッチャーやっていただいた方には左側の方に行ってるっていうことなので、自分は本当分かんないので、どこ行ったか本当に投げてる感覚すら分かんないので、それで目隠しした後に投げてみたんですけども、こっちの方にいたっていうことで、本当に何なのか不思議ですね。本当に真剣にやってるので、本当不思議な感じがしました。でキャッチャーやっていただいた方はピッチャーの出身なので、結構まっすぐ来て、やっぱりばらつきはそんな少なかったかなと思いました。本当にピッチャーの方は尊敬しますわ。本当に今日は目隠しをやってピッチングをやってきました。本当に皆さんもぜひやってみてはいかがでしょうか。高校野球でもピッチャーの方は結構おすすめな練習だと思うので、ぜひやってみてください。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。では、ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。